ライチンサバックスホールディング CO、リミテッドは200以上の国や地域の消費者に製品を提供する国際的オンライン小売企業である。同社は l i g h t i n t h e b o x c、e、o m m i n i n t h e b o x c o m や他のウェブサイトを通してライフスタイル製品を販売し2013年10月の 自転で26個と後での利用が可能である。ライチンサバックスは、格差、質、分身、調量、流春、ア明ラによって2007年6月に設立された。同社は2008年3月まで、ライチンサバックスリミテッドとして運営していたが、再編されライチンスバックスホールディング CEO、リミテッドとなり、持ち株会社として機能している。ライチンサバックスのビジネスモデルは、 トーマス・フリードマンの著書、ザ・ワールド・イズ・フラットからインスピレーションを受けるものである。電子商取引がこの本に書かれた理論に役立つとの認識から、ライチンサバックス創設者は、中国の製造を及びサプライチェーンを利用しようと、会社を設立することを決めた。2013年6月6日には、ライチンサバックスは、ニューヨーク証券取引所にて、銘柄、リート部で上場した。 2013年6月30日に至るまでの3ヶ月間で、ライチンサバックスは120万人の顧客と取引を行い、この間の売上総利益が7220万ドルとなった。2013年10月の時点で、ライチンサバックスは、アパレル、小物、ホーム用品及びガーデニング用品の3つのコアカテゴリ製品を提供している。 2013年3月31日の時点で、ライチンサバックスは22万以上の製品を取り扱い、上記の3ヶ月では、毎月平均に1万4千の製品を追加していた。ライチンサバックスは、Google や Facebook などの世界的なオンラインマーケティングのプラットフォームを使用して、顧客を獲得、主要なクレジットカードや PayPal などの電子決済プラットフォームを通じて、 支払いを受け入れ、UPS、DHL と FedEx などの主要な国際宅配便で商品を提供している。2013年、第2四半期の売上高は7220万ドルで、あり、2012年の同四半期の4730万ドルから52.6%増加した。これは、主に2013年、第2四半期に、 顧客総数が50万から120万と140.0%増加したことによるものである。2013年第2四販機の純利益は2012年の同四販機の純損失140万ドルと比較して60万ドルだった。純利益率は前年同期のマイナス2.9%から0.9%に改善した。ライチンサバックスは2018年11月8日。 シンガポールの有名な電力 SV を合計85.5500万人民元で買収しました。これまでのところ、ライチンサバックスと SV の2つの主要なショッピングプラットフォームがあり、世界140カ国で27の言語で消費者にサービスを提供しています。二千十九年十二月十日、オーキッドパビリオンは二千十九年九月三十日に監査を受けていない。 第3四半期の財務報告を発表しました。財務報告によると、ランティングの第3四半期の純収益は59,900万ドルで、昨年の同時期の4,450万ドルと、比較して34.6%増加しました。2020年4月23日、ライチンサバックスは、2019年12月31日の、監査されていない第4四半期及び、 通年の財務報告を発表しました。財務報告によると、2019年のライチンサバックス、グループの年間純収益は2億4360万ドル、売上総利益は9760万ドル、年間純利益は110万ドルでした。2020年6月19日、オーキッドパビリオンは、2020年3月31日現在の2020年、 第一四半期の未監査財務報告を発表しました。財務報告によると、同社は2020年の第一四半期に合計売上高が5150万ドル、前年比1.3%増加し、市場予想の78.4900万ドルを下回っています。調整済み EBTD は、前年同期の790万ドルの損失と比較して、 140万ドルの利益を達成しました。2020年8月6日、ライチンサバックスはウェン・リュウを同社の最高成長責任者に、ユアン・ジュンイを最高財務責任者に任命しました。ランシングは8月19日、2020年6月期、第2四半期及び6ヶ月間の未監査決算を発表した。決算によると、2020年、 第2四半期の総収入は1億1390万ドルで、前年同期の5810万ドルに比べて95.9%増となり、純利益は850万ドルの利益で黒字転換した。上半期の総収入は1億6540万ドルで、2019年の同時期の1億900万ドルと比較して51.7%の増加となりました。純利益は、 前年比一転して920万ドルとなった。ありがとうございます。